おはようございます。へっ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 。秘密の昨日は秘密の近道を教えてもらいましたから、だから今日はてっぺん山に行けるのではない、あれですね、近道があるから、いつもバリケードが11時までに登ってくださいねと書いてありました。あれあれれれれを、あれを突破の何かができるのではない。じゃあ、ね、いただきます。いただきます。きっとあそこには見たことがないようなムシムシが、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。見たことがないようなムシムシがたくさんいるんだと思いますよ。そう思いませんか、Mother? Mommy! So, let's go! ここから出まして、はっ、はっ、行くぞ！楽しみじゃん！イエーイ！あ、お母さん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 。言いたいことがあるの？おばちゃん、僕、今気づいたんだけど。気づいてしまいましたか？おばちゃんって、一体いつ、お洗濯しているの？おお、それは僕くんたちがラジオ体操で目覚める前よ。前よ、ラジオ体操に目覚める前よ。ラジオ体操のその前、何時に起きてます？ラジオ体操の前にお洗濯も朝ごはんの支度もみんなみんな終わらせているのよ。すごだ。お母さんはきっととても早く寝てしまうんだね。そういうことでしょう。そのじゃないと死んでしまいますよ。ねえ、うしうし、今日は行ってくるぞ。行ってくるからな。おらーちー。あ、おめえこんな動画何してんだ。登り玉って昨日火を消したのに近づくとまだあったかいんだよ。あったかいの。そしたら、あ、まだ危ないっていうことだから、てめえ近寄んじゃねえぞ。おめえバカだから触ってその中に入って気づいたらこぎこぎこげになった。そういえば昔釜の中でかくれんぼしたら、お父さんにすっごく怒られちゃったな。やばば、そのまま燃やされたら死んでしまった。あ、喉がやられました。皆さん、この季節はインフルエンザが怖いから気をつけてくださいね。あ、喉が痛い、頭が痛い、体が痛いはまずいよね。OK。お久しぶり。もう宿題は済んだ？何？私はね、夏休みの宿題は夏休みが始まる前に終わらせているんです。そういうタイプです。何かやることが残っていたらもうそれだけで、ね、夏休みを全く楽しむこの気持ちになることができないんです。皆さんこの気持ちわかります？例えば何か明日やらなければいけないこと、明日仕事だと思いますと、もうね、今日がお休みでも何にも楽しくないんです。何にも。それと同じだから、私は夏休みは夏休みの宿題は夏休みが出る前から、夏休みの宿題がどんなものが出るか、それをもう予測をして、あ、もう完全に終わらせて、先生が、あ、これが夏休みの宿題、ドドーンと出した瞬間に、ははもうそんなものが出ると分かっていました、終わっていますとやるタイプの人間でした。それはよかった。それだけかよ。それより君って、ああもしかするとこの辺の子じゃないのかな。うん、そうだよ。遊びに来てんや。夏休みで来てたのか。いや、久しぶりにいい友達ができて嬉しかったのに。兄貴、兄貴、兄貴の友達ですよ、私はそう思っています。じゃあそろそろ自分の家に帰らなきゃいけないね。兄貴や。そうだね。何者？何者木？巻き巻き？じゃあ、そろそろ自分の家に帰らなきゃいけないね。違うんです。今日私はてっぺん山に行かなければいけないんだ。そうだね。行ってくれ。しゃっはーい、はっしゃっはっ、えーやっへー。兄貴
いたんだ。兄貴、ずっといませんでしたから、もういないのかと思っていました。また会えますでしょうか。ここここ。えい。ここここ。おお。でか。この木はなんだあれ。でかすぎまる。きんま。ああ。むしむしぬぬ。ここのここのね。こっちにこっちに行きましたら、こっちthis way。ここにね、ここのね、ここからジャンプなんですよ。これこれ。そんなら、あいやっ、イエス。そしたらここにいきなりついてしまいますから、そしたらね、you go this way。This way。こっちに行ったら開いていい。いた！イエス！新しい！わー！ここで、ここで！おい。これができるのでは？タコ！まだだな。もっと上だね。もっと上ということでしょ？やべ。新しいな！New はいないです。New は。Aren't you new? New, 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 new. I'm looking for new. New, 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 new. New いないね。New いないね。わあ。あ、どうなったよ、今。ここ登れ。Oh, okay. And jump! Wow! わあ。やべ。見てください、皆さん。うわあ。滝じゃい。あ、この木は、まさか。なんかいるかな？何もいないや。何もいね。蹴飛ばしゃ。出てこい。ああ、ちょっと後ろにいるかな。何もいないや。ああ、いない。ああ。蹴飛ばすしかない。後ろにニューが。何もいないや。出てこい。きゃあ、おめえのせいでニューがいなくなっ。アンチュニュー？おめえに。ああ。なんだろう、また来てくれました。ありがとうございます。何クモマペピポ投げ。Rare and new。 これは気持ち悪いですね。ジャンプ君に入れます。やりました。こいつを蹴り続ければ何か出てくるのでは。あ、こいつはミヤマですね。ミヤマはいらね。ミヤマはいらないです。なんか出せよ。他のアマの。おい。声がなくなりました。声ください。何もいないや。何もいないの？おい！何もいないの？何か出ませんの？欲しいですけど。ねえ、皆さん。あ、てっぺんで、なぜか私はちょっぴり苦労して手に入れたこの風景を大事にそっとそっと端から端までしっかり見ておこうと思った。ちーやば。手前の森の小杖をかすめた向こう側に、まずおじの家とその庭の柿の木が夏の日差しを浴びてほのかに揺らめいている姿があり、さらにその先の山の稜線が幾分穏やかになったあたりには、サギの里の家々の赤瓦の屋根が見えた。そして丘の西側には、周囲の森に抱かれるようにまっすぐに伸びた一本の高速道路があり、その道が指し示す遠方には、生気あふれる8月の海がキラキラと輝いていた。それだけわかりました。言葉が難しいな。何でしょう。ニューは必要です。ニュー。おー、クモ松巻町。おー、気持ち悪い。ガだ、ガ。
もうちょっとね、チョウチョウの、あらららららら、あなたのでしたか。ちょ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 、なんだろう。イエーイ。まや、みやまひ、社内。これがレア？おめえみたいなやつよく見ましたけどね。レアなのか。ここではねえのかよ。違うの？ここもダメなの？違うの？どこなの？うわあ！どうや？ここにはニューが、もう一度行けばニューが出るのではない。おい。おい、おめえ、そこに飛んでいる。おめえ、ニューだろ。ニューではないでした。ここのニューをね、取り尽くしをすれば、もしかしたらすべて集めるまうのでは。おい。あ、さっき塗りましたから、何かいるのではない。なんか、いるかな。なんか、何もいないよ。何もいないよ。おい、出てこい。なんか、出てくるまで帰らねえぞ。ん？やった。姫、おお、クワガタです。こいつはね、ジャンブ君に入れましょうか。なんかいる？いるかな？ちょっと、新しいの。何もいないや。もうないの？はい、蹴り続けな。なんか、いるかな？おい。何もいないや。おい足が折れるまで蹴り続ける。何もいないや。何もいないね。水を塗ったら、これできっと明日に何か出てきてくれましょう。なんだよ、出てこい、こいこいこい、あい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 、ちょ、どこ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 にいるの、どこどこ、後ろですか、後ろ、なんでしょう。イエス、取った、こっち、ウォー、ミヤマカナスアゲハ、ミヤマ、ミヤマ、なんでした？あの、虫。ミヤマ、なんか、それと同じミヤマですね。ミヤマは、誰か人の名前なのでしょうか？ミヤマさんという人が見つけたから、ミヤマ、なんとか、カブトムシ、とか。ミヤマ、なんとか、どんぐりこん、とか。そんな感じですよね。きっとそうなんだ。名前が同じなのは、きっと見つかった人が同じ。違うのでしょうか。ここにやった、閉じてしまった。でも一度入ったんだから、もう自分で開ける方法が分かって、ここ開けることぐらいできるだろう。なんだよ、なんだよ、おい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 、ニューが欲しい、ニュー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 が欲しい。だってミューとの出会いがあまり、ちょっともっとそうしようやね、お姉さん。ヘイ、達者でな、クソガキ。クソガキ、明日この山を降りて大学に戻るんだ。あ、明日、そうなんだ。寂しいの？明日が別れます。だって全然全く少しも、ちょっとも全然寂しい。全然、お前なんか僕にとってアリンコのノドチンコよりも寂しくないか。アリンコノド、アリンコノドのチンコよりも、いろいろとありがとね。バック今年の夏はなかなか楽しかった。来年、ん、来るの？来年、来年は来まして、うん、そりゃそうだ。うん、狼は間違いなくここらにいるらしいからね。来るは狼に会いたくて。当たり前だろ。僕は狼を、狼を会いたい。僕はどうでもいいんですか、お姉さん。バク君とも会いたいでしょ。うん、お姉さんは明日いなくなってしまうんです。明日会えます？それとも今日が最後なの？今日がラストなの、お姉ちゃん。今日がラストならお祝いシャンタンを入れないとね。うちちゃん頑張っちゃうよ。ムフムフ。キモキモキャバクラの客おじさん。あ、ひげ。こっちこっち。この穴の、この近く、ここにニューが何かよく出ると思いましたから、来てみました。出ないな。
もう取ってしまったのか。タコはどこでもあげられないしよ。なんなんだこの山は。ふわー、この穴にここにいたらお父さんが迎えに来ますかね。ボクくん、もうご飯ができているぞ。お、お父さん、こんな穴の中まで。ちょっとやってみません。穴の中にお父さんが来るのかサプライズ。ちなみにここは来たんです。ここはここまでは来たことがあるんです。そしたらここになっちまうかな。そんでお姉ちゃんのテントの中をほじほじして、ほじ、ここの中にお父さんが来るのか実験スタイル。お姉ちゃん、絵を描いてくれませんと言っていましたけど、ここ見てください。絵を描くものはあると思いませんか。ありますよね、お姉ちゃん。嘘でしたのね。絵を描いてくれなかったのは。忘れたと言っていませんでしたか。うわうわ、お父さんが何もなる。あ、夕方になってきました。はい、あ、ちょっと電話だ。ちょっと待ってね。だー、ちょっとね、私は誰も、電話をあまりしない人間だから、たまにかかってきたらびっくりしてしまうよね。謎の売り込みます?銀行の詐欺なのかな?そういう電話でした、コアタン。どこにやっていたのか忘れてしまいました。あばーっ!あ、そうだ!お父さんがどこまでくれますかをやっていたのだ!お父さん!お父さんは、お姉ちゃんのテントの中まで入ってくるのか実験をしないと。お姉ちゃん、ここにいさせてください。お父さんがここまで来るのか実験したいんです。そういうことです。お父さんがこのテントのこっちの反対の側から、おい、バクくん、ご飯できていますよと頭を出してくるのかが知りたいのだから、ここをちょっと、いいですか?ぐるぐるしていてます、でも。よく見たら白い何かの写真を撮っていません?お兄ちゃん、見てください。あとは、この壁のところに白い写真をたくさん。なんでしょう?なんか怖い。心霊なのでは?お父さん、まだ来ないの?おい。お父さん、ここに来てくださいよ。カカ8人。お父さん、まさかここ来られないのでは。来られないから私は一生ここでこうしていてもいいのでは。あ、お父さん来られないスポット。さすがにもう来ますよね、いつも。あ、ここお父さん来られないスポットじゃん。イエーイ。多分ここに出た瞬間にお父さんがいますよ。多分そう思うんですよ。あ、いいね。ここもお父さん来られないスポットでは。イエーイ。親フリーのスポットを見つけてしまいました。親来られねえ。イエーイ。お姉さん、二人きりになれたね。ジーここに行った瞬間にお父さん来るのではないか。あ、ここね、ここか。あ、ここがお父さんスポットなのですね、はい、今日の遊び時間は終了。もう晩御飯ができています。お父さん、ここの前のところは来られないのでしょう。お父さん、お父さんデータがそこにはないのでしょう。の、じゃあいただきます。いただきます。あ、今日のご飯は中華ではない、中華に見えましたよ。中華の料理だと思いました。ねえ、今日僕さあのアンテナ2本のお山のてっぺんまで行ってきたんだよ。え、行ってきたの。てっぺん山まで行ってきたんだ。あそこは見晴らしが最高だろう。タコがあげられないけどね、うん、私たちもここに来てすぐの頃あそこに登ったのよ。行ったの。あの山頂からの眺めを見たとき、ああ、
ここに越してきてよかったって心から思ったわ。お母さんもう行かないの？何？まだ自分の家には帰りたくないな。なぜかその一言がどうしても言えなかった。僕もここに来てよかったなって ありがとう。僕くんに気に入ってもらえて嬉しいわ。あんたいつの間にかすっかりうちの子供ね。じゃあ僕も調べのお兄ちゃん。やだよ。さあ早くごちそうさましちゃおう。やだ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。僕くんは家に帰りたくないんだ。ずっとここにいたいんだ。しょぼん。私はここはゲーミング PC もインターネットもないから、ここは私はね無理私はお断りです。無理です。あなたもね、ゲーミング PC の素晴らしさを知りましたらこんなちょこととこは言ってられないね。ここだけの話なんだけど、うん、調べて昔お父さんの工房の奥の方にある焼き物を棚ごと落としちゃったことがあるの。なに？なんて悪いやつなんだ今の話みんなには絶対内緒だからね。やば笑っています。僕くんもやっちまってんだよな。同じ仲間だな。でも釜焼きが済んだからこれでまたお父さんの失敗作をガシャガシャ割る楽しみが増えたわ。ガシャガシャ割る。お父さんの失敗はバシャバー。おめえ、ここに並んでいるのではない、これ、後ろ TV の上のこれ、これをガシャガシャ割りましょうか明日。イエーイ。おめえもやばいやつだな。さすがです。そう思います。お父さん、お父さんは、お母さんはいない。お姉ちゃん、うん、今日はなんで吹かないの？そう聞きたいんでしょ。そうそう。なんで？今日もね、うん、秋の虫たちのささやきを聞く夕べなのだ。なのだ。たたん。あー、静かです。雲が月明かりに照らされて綺麗だわ。もし都会と同じ空や雲が同じ時間にここでも見られたら、同じ空と、僕くんが帰った後でも電話でさ、電話してくれんの？同じ空を見て同じ気持ちで同じお話ができるのにね。お名前、同じお話してくれないんでしょ。どうせお姉ちゃん高校生になって年上の彼氏ができたのよ。プリプリプリとか言いまして、脇のわからねえバンドマンと付き合うんだろ。そんなこと知ってんだ。小学生のこのクソガキのことなんて知らねえ。あんなやつチンゲが生えてから帰ってきなさいと言ってくるんでしょ。あんたーつらつら。はあ、私ってやっぱりネクラなんだな。ネクラ？こんな時間にお外で一体何をやってるんだろ。ネクラ、ネクラ、ネクラ、ネクラって何？ね、ね、ね、ネクラ、オッケー。おべーよよ、お父さん。おー、ここにいるのでは？引きこもりをしているのではない。また。あ、It's locked。鍵を探さないと。あ、ここか。マミー、焼けている？お皿？今日の晩ご飯は、うん、チャーハン、中華スープ、やっぱり酢豚にシューマイなどなどの調べの好みでまとめてみました。チャイニーズ、チャイニーズディナー最高だよね。私は本当に大好きだから毎日食べたい。でも本当のチャイニーズピーポーはどんな食べ物を実は食べているの？実は違うのではね。なかなかの出来栄えだぞ。なかなかの。そうだよね、チャイニーズピーポーがチャイニーズばかり食べていると思ってはいけないよね。ジャパニーズピーポーも和食ばかり食べているわけではないだからね。そうですよね、あお父さん。そうだよね、アメリカのピーポーもアメリカンのビーフとかピッツァばっかり食べていると思ったか。食べてんだよな、ね、お父さん。次はどんなイメージに挑戦しようかな。
芸術は爆発ですからね。イメージは大切。次はどんなイメージに挑戦しようかな。やっぱりこのケツのこのでかいアスを振り回してドゥク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 と踊っているアメリカの南部女子の元気な姿のようなものをお願いします。そういうものを期待しているのです。あそこ窯はまだ暖かいですかね。暑い？触ってはいけない？あれずっと燃えていたんです。あのクジラさんみたい。もう大丈夫なのよね。うん。ここはいけないですからね。お父さん、どうやってタコがけが増すの？タコ、アギラーレスポーツが、まーっとくわかりません。お父さん。ここであげて、あなたに見せますから、新しいのください。ダメ。ダメですか？ OK。手に入れました。虫コウども、カカ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 、これはね、うちのクミンです。これはね、あ、ここは構成員の、こっちは本部、こっちがただのカゴです。これ見て、これをね、貼り付けにして、あ、私のコレクションの増やし見やまさなえ、どん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 。これこいつはちょっと地味たんだしね。ちょう熊ままちちちょちちあしあ、あ、プロナンシエーション、グイヒ、こいつ僕の夏休みシリーズのすべてにいませんでした。ごいしいしじみ、じいちゃんの好きなしじみ、あー、this is a rare one! Super ultra rare! ダダダダダン、くばめもみかげ、あー、どんどん増やして、こいつはもういますよね。これ。これ大きいでした。わー、でかっ！あー、こんな緑のやつ。見たことないね。あ、ルーミスシジミ、シジミシリーズの小さいですけど、これはレアなんです。あー、こんな小さいのも見たことがない。それに名前がルーミスとは何でしょうね。わ、汚っ、こいつはちょっと嫌だ、見たくないですね。あー、これは美しいですね。わー、メスグロロヨ、ヒョウモンなのに、ヒョウガガバ、ララ、あ、べ、これが一番美しいな。これ皆さん、アニメとかに出てくるような、代表のようなやつではないですかね。OK.OK.Is that all?あ、これと、もう一つあるね。どんどん貼ったら、and you, デング。赤いですよ。あー、この、あ、赤いところが、あ、なんだか、リップスティックを、としたような跡に見えます。かわいいかもしれない。どう、どれくらい跡。Look at my collection. Whoa. Look at this.Look at this! あ、それでもこの、インセクト、ここの、ここら辺、ここわかります？この、クワガタとか、カブトムシシリーズが、やっぱりあと、1、2、3匹ぐらいいますよね！何かが入ってんだな。ここ、ちょっと見つけたいですね。明日行きましょうね。明日。大吉にしてから。でも大吉にしたら、てっぺん山は間に合わないでしょう。どうしたらいいの。でも、ここはレアではないよ。レアはピンクの、この、ピンクバックグラウンドのやつがレアでしょ。だから、つまり、私は、
ここは探したいときは Rare ではないから、もっと木を蹴りまくればいいということか。わかりました。そういうことなんです、お父さん。わかりましたか。明日は、そしたらね、明日が大吉にしまして、秘密の鉄板山のところに行けるか、ちょっと見てみますね。無理やかな、11時に間に合わないのではね。え、何度も行きましたけど無理でしたから。だからここに、ここを行きまして、ここ場所で、でもどうやったら一番近い、こうやってここをまっすぐだったら、まっすぐまっすぐ言ったら、あの大吉のところにまず行きますから、そんだな、そうしたらすぐに、右を曲がってですよね。そうするしかないな。ちょっと明日ねチャレンジして、今日は早く寝ます。早く起きればいいのだ。朝5時に起きたら11時に間に合うのだ。どうしてみんなと一緒に起きる、それをする必要はない。早く起きればいいのだ。そうです、それなので、もう寝ます。おやす。あ、もう眠いでした。僕くん、マーク君、絵日記書いておやすみなさいしましょう。わかりました。おじちゃん、おやすみなさい。うわ、はい。あ、じゃあババは、今日の日記はもちろんてっぺん山じゃ。イエース、てっぺん山のてっぺんは空気がずっこんとうまくて、遠くまでどっガンと見渡せるすごいの景色でしたけど、ここでもたこあげません、しょぼみ。